321の正解は3番です。Jim swam the fastest in the first race, but he wasn't as fast as Mike in the final. ジムは第1レースで最速の泳ぎを見せたが、決勝ではマイクほど速くはなかった。321の解説です。Not プラス as X is Y の形で Y ほど X ではないという意味になります。スポーツにおける最終試合のことを英語で Final と言います。しばしば複数形の Finals という形で用います。322の正解は3番です。The hotel is located between the Natural History Museum and the Hotel Bell Classic in the Historic District. そのホテルは、史跡のある地区の中で、自然史博物館とホテルベルクラシックの間に位置している。322の解説です。Between は、前置詞で、Between X and Y という形で用いて、X と Y の間に、という意味を表します。原則として2つのものについて論じる場合に使います。323の正解は1番です。The number of workers who leave the company every year is very small.毎年その会社を辞める労働者の数は非常に少ない。323の解説です。数量や規模を large や small で形容する表現には number 数以外にも以下のものがあります。attendance 出席者 audience 聴衆 family 家族 population人口 fortune 財産 expense 費用 income 収入 amount 総量総額 quantity 量 sum 金額合計などです。324の正解は2番です。Why are some people allergic to eggs, peanuts or animal fur, while others are not? なぜ卵、ピーナッツ、あるいは動物の毛皮にアレルギーがある人がいる一方で、そのようなアレルギーがない人もいるのでしょうか。324の解説です。主節の後方に、while を置き、対象を表すことができます。その場合には、while は、ところが一方、しかるに、同時に、などと訳出します。通例、直前にコンマを伴います。325の正解は2番です。I gave the poor woman what little money I had. 私は、その貧しい女性になけなしのお金を与えた。325の解説です。What little XSV の形で、少ないながら S が V するすべての X という意味を表します。326の正解は1番です。Do you know when the teacher usually gives back our homework? あなたは、その先生が普段いつ、私たちの宿題を返却するか知っていますか?
326の解説です。Do you know? プラス間接疑問文というのがこの文の主構造です。When? 以下は名詞節となっている間接疑問文です。この間接疑問文は文全体の中では目的語となっています。間接疑問文の中では平序文の語順となりますので、丸2、丸3、丸4の選択肢は不正解となります。327の正解は3番です。Is it possible for you to postpone today's meeting until next Wednesday? あなたは次の水曜日まで今日の会議を延期することは可能でしょうか ?327 の解説です。Postpone は何々を延期するという他動詞です。来週の水曜日まで会議を延期して行わない状態を継続するので状態継続の終点を表す。Until を選びます。By は何々までにという行為終了の期限を表すので、ここでは正解にはなり得ません。328の正解は2番です。The robber disappeared completely. The police didn't know where to look. その強盗は完全に姿を消した。警察はどこを調べるべきか分かっていなかった。328の解説です。疑問詞、プラス、to不定詞の形で疑問詞の意味、プラス、何々すべきかという意味の名詞句を作ることができます。Where to go?なら、どこに行くべきか。What to do? なら、何をすべきか。How to do it? なら、それをどのようにすべきか、すなわち、それのやり方、という意味になります。ちなみに、否定形は、What not to do? 何をすべきではないか、のように、否定語を、To の直前において作ります。329の正解は3番です。John Lennon is a musician who gained international fame as a member of the Beatles. ジョン・レノンは、ビートルズの一員として国際的な名声を得た音楽家である。329の解説です。A musician が先行詞で、主格の関係代名詞の Who が導く関係代名詞節の Who gained international fame as a member of the Beatles が形容詞節として先行詞を後置修飾しています。二文に分解すると、John Lennon is a musician. と、He gained international fame as a member of the Beatles. となります。主格の代名詞、He が接続詞の力を得て、関係代名詞化しているので、主格の関係代名詞、Who を選ぶ必要があります。330の正解は4番です。Mr. Jones, seated at the end of the table, was all smiles. ジョーンズ氏は、そのテーブルの端に座って、満面に笑みを浮かべていた。330の解説です。シートは、他動詞で、何々を座らせる、という意味です。したがって、コンマで囲まれた挿入句の、seated at the end of the table は、分子構文で、元の形は、Being seated at the end of the table. となります。Seated は過去分詞ということになります。直訳は、そのテーブルの端に座らされていたが、となります。
英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問英習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。